1月25日、今年初めて国家戦略会議が開かれました。我が国の経済再生に向けた道筋を示す日本再生戦略について議論。日本経済の中長期的展望などが報告されました。この再生戦略を作る際に、今日もご議論ありましたけども、いわゆる成長戦略シナリオと伸長シナリオとありますが、本当にきちっと成長の軌道に乗せるためには、相当な努力が必要であると。今回の報告によると、慎重に試算したシナリオでは、実質成長率は2020年まで年平均で 1% 強。しかし、この会議が描く成長戦略シナリオなら、年 2% 程度の成長が見込めます。その成長を実現するためには、社会のあらゆる場面でイノベーションを実現することが必要不可欠です。民間議員の皆様におかれましても、あるいは各大臣各省におかれましても、そういうイノベーションを作り出すための大胆な発想、それからのこの国家戦略会議の柱として位置づけて議論していければなというふうに思います。その議論をいつまでにまとめるか、総理は今回の会議の前日、施政方針演説の中でこう述べました。人口減少に転じた我が国が力強い経済成長を実現するのは容易ならざる課題です。新たな成長に向けた具体的な工程表を伴う日本再生戦略を年王までに策定し、官民が一体となって着実に実行します。その年王までのスケジュールはご覧の通り、毎月テーマを決め、成長力強化に向けて審議を積み上げ、戦略の取りまとめを目指します。最後に今日、東京大学学期入学の試みについての意見交換ございました。グローバル人材の育成という観点からすると、大変評価できる動きではないかと思います。これからも官民挙げての議論をしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。